学園祭の王子様桃城ルート、おそらく最終回だね。よし、じゃあ一体どんな告白をしてくるのでしょうか。てか中学校の頃って普通学園祭とかなかったけどね。まあ、これはアトベの力ということで。Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. これ普通にね、桃城のとこ行ってもいいんだけど、特に何もないんだよね。てか桃城いなくね？いないよね。いないな。普通にか、ここね、うちらの学校に話しかけたらダメっぽい。ダメではないけど、特に何もないから話しかけないわ。ちょ、文ちゃん。甘味どころか、いいな。いらっしゃい。どう？甘い蜜豆、お団子、おしるこ、何でもあるよ。やばい、食べたくなってきたじゃんか。確かに美味しそうだけど、カロリーは？心配ご無用。メニューにはカロリー量とカロリー消費プログラム付きだよ。カロリー消費プログラム？そう。どういう運動をすればそのカロリーを消費できるかが一目瞭然。絶対ヤタギが考えたでしょ。例えば、おしるこ1杯220キロカロリーだと、ジョギング25分、水泳なら10分。水泳くらいだったらいいんじゃない。別に泳ぐの楽しいし。それはちょっときついかも。そう、結構消費しやすいと思うんだけど。遠慮します。まあ運営委員だからこの日は普通に仕事しないでいいもんね。バカや、ももちゃんいないな。大鳥とっとと話してみよっか。何ここ。ちょっと引いてるし。何ここ。いらっしゃいませ。わせてか。あの、ここ喫茶店ですよね。はい。あ、そうか、評定の。お入りになられますか。まあ、ただいま50人ほどお待ちになっておられますので、待ち時間が少々ございますが。あの行列ここのだったんだ。しかも女の子ばっかり。いかがいたしましょう。整理券をお渡ししましょうか。いいです。さよなら。ありがとうございました。またのご利用を心からお待ちしております。ちょっと顔切れてみよう、大鳥。ちょっと面白かった今の。顔めっちゃ切れてんじゃん。朝っぱらからあんな高級料理とか食べられないよ。今が昼ってこと。キャー、面白くん。あ、イブもかっこいいじゃん。あ、桃城がボーカルだ。そういえば桃城くん。あ、イブっちかっこいいじゃん、結構。なるほどね。よっ、あ、着替えた。来てくれたんだな。秒で着替えた。なかなか決まってたよ。そうか、サンキュー。見直しちゃったな。照れるな、そう言われると。ところでよ、ん？結果発表はまだ先だから、学園祭見て回らねえか？うん、いいよ。そんじゃ行くか。セーブした方がいいのかな。ちょっと押したりと因縁があるから、押したりのとこに行く？たこ焼きだもんね。よ、おお、たこ焼きだ、たこ焼き。食べたい、美味しそうな匂い。いらっしゃい。おしたりさん、ここ評定の模擬店すか。ああ、そうや。たこ焼き買うていくか。そうっすね、2つもらいます。おきに400円や。2個おまけしといてるわ。どうもっす。1234567 8個。どうもっす。終わったわ、これで。
特になんかイベントがあるわけでもなく。くそ。じゃあ文太はさっき言ったしな。柳さんのとこでも行く？あ、なんか、ちょっと待って。瑞希がいねえ。アヒル。なんかお化け屋敷のイベントが。ちょっと待って、攻略サイト見ていい？ん？あれ？これ自動イベントかな？そうか？おや？性格の桃白だに。アヒルか。アヒルか。ってことはここはルドルフの喫茶店だな。アヒル。アヒルって呼んでるの？ちょっと待ったに。誰がアヒルだに。名前なんでしたっけ？柳沢だに。うん。ああ、柳沢アヒルさんっすね。そうそう、名字が柳って違うだに。悪いけど入る気ないんで。じゃあアヒル。あれ9月3日なんかお化け屋敷のイベントがあったような気がするけど、ちょっと緊張するな。それ明日かな、もしかして。そうだ、間違ってたらやり直すわ。この女性キャーとか言ってるのに海田さんとか小林由美子さんとかがいると思うとちょっと面白いわ。あとめ様、あと皆川純子さんもいるんだろうな、きっと。ロックバンドだ。やったね、優勝おめでとう。おお、お前の応援のおかげだぜ。そんな桃代くんたちが頑張っただけ。いや、お前がいてくれたから俺は。え？なんでもねえよ。それより学園祭を見て回ろうぜ。模擬店の店番はまだ先だしな。うん。大にぎわいだな。うん、学園祭は大成功だね。どっから見て回る？面白くんに任せるよ。んじゃ、手当たり次第に見ていくか。あ、お化け屋敷、自動だった、やっぱり。ここが不動峰の連中が作ったお化け屋敷か。ちょっと覗いていくか。やべえ、サムネ撮りにするか迷うわ。怖いんだろ。いや、怖いよ。そりゃ怖いよ。んじゃあいいじゃねえか、行こうぜ。かなり暗いな。足元気をつけろよ。うん、ひゃー。なんだよ、脅かすなよ。今なんか冷たいものが。おお、凝ってやがるな、不動峰のやつら。そんな冷静に分析されても。おい、シンジ、あれ、性格の桃白だよな。ああ、女ズレかよ。いいゴミ分だな。ずるいよな、こっちはこんな暑い中汗だくで働いてる。いや、お化け屋敷は別に暑くはないでしょ。クーラーガンガンでしょ。ならやるか。ぶっ潰そう。なんか話し声みたいなの聞こえなかった？別に。う、大丈夫だって、俺がついてる。行くぞ、リズムを合わせろ。3、2、1。ヒロインの叫び声を受ける。やべえ、これをサムネにしたいけど一回した気がする。悲しい、首ヒロインかわいい。キャーキャー。チョークだ。チョークって何？ありゃ、引きすぎたかな。おい、桃白、大丈夫か？危うく本物のお化けになっちまうところだった。ごめんなさい、つい。いや、わりわり、あんなに驚くとは思わなかったぜ。惜しいな、もう少しだったのに。なんだと？もう少しけどよ、首絞められながらもまんざらでもねえって顔してたぜ。マジで
うせえ。まいったまいった。首大丈夫？心配すんなって。平気平気。あのよ、さっきからずっと俺の服掴んでるんだけど、そろそろ話してくんねえか？え、あ、ごめん。どうせならよ、うわ、手つなごうぜ。ぐは。え、なんで？え、嫌なら別にいいぜ。無理にとは言わねえよ。いや、もうこれは付き合ってるでしょ。うん、いいよ。告白待ちですね。そっか。じゃあもう少しあちこち見て回ろうぜ。ふん、楽しかったな。私が言ったわけでもないけど楽しかったな。あれ、ももちゃんまたいないね。誰んとこ行こうかな。誰でもいいけど。さえさん。大掛かりな屋台だと思ったら海の家か。いらっしゃい。何にしますか？爽やか。かき氷。お持ち帰りですね。うん。シロップは何にしましょう？この酢醤油って。酢醤油とは酢と醤油を合わせたもので。そうじゃなくって、こういうシロップもあるの？はい、試してみますか。タメ口。やっぱり普通のイチゴにします。毎度あり、イチゴ一丁。でもなんか気になるな、酢醤油。お祭り行きたいな、私も。金ないけど。ああ、忙しい。手伝うね。すまん。そろそろ模擬店コンテストも大詰めだな。売り上げは悪くないけど、トップを取れるかどうかは微妙なところだね。心で追い上げねえとまずいな。だったら何か派手な客引きでもやらない？派手な客引きか。しかし何を？だったらいい手があるぜ。タカさん、これ。金魚すくいのポイ？これをどうしろって？いいから、こいつを持ってくださいよ。わかったよ。この二人まとめんの結構タカさん大変だろうで。バーニング！やったぜ、大成功！ポイでもバーニングするのか。確かに形はラケットに似ているが。客引きならミーに任せな。ヘイヘイヘイ、エブリバディウェルカム。確かに派手ね。とっておきの必殺技を披露するぜ。いくぞ、波動すくい。ぬーりゃー。のー、すげえ。しかし、ポイは破れてるな。こいつは負けてらんねえな。負けてらんねえよ。俺も一丁派手にいくぜ。くらえ、ジャックナイフ。金魚死んじゃうでしょ、これ。まだまだだな。お前もポイが破れてる。まだまだだね。なんだと？ならてめえもやってみせろ、マウシ。カイドウ唇やばいよね。しー、見ていろ、これが真の金魚すくいの奥義だ。ブーメランスネッカー。ああ、金魚金魚。そう、死んじゃう、金魚死んじゃう。おちゃん、ナイスキャッチ。危なかった。でもさすがね。何が？みんなこれだけ派手な技なのに、金魚には傷一つつけてないもの。当然だ。
それくらいできねえで声楽のレギュラーが務まるかっての。ミーも負けねえぞ。ミーおりゃバーニング。まだまだダンクスマッシュ。ダンクスマッシュはさすがに死ぬでしょ金魚。何の拍手だこれ。わあ、ギャラリーがこんなに。あのパフォーマンスはもういいからお客さんの相手を。バーニー取り上げろ。ほら、いやー参った参った、ようやく一息つけるぜ。モモ、こっちはカイドウと二人でなんとかなるから、今のうちに二人で休憩行ってきなよ。いいんすか。おう、大丈夫。じゃあそうさせてもらうっす。行くか。よし、どこに行こう。どこに行こうっていうか、もう行くとこ一つしかないんだけど。お二人は昨日もあったし、もう、あ、でもここもさっき行ったよね。またお二人のとこに行くの。あ、でもなんか普通に話が聞けるかもしんない。またたこ焼き食いに来たんかお前らとか言われそう。あ、ここはこの前来たとこだな。普通に断られた。あ、ここは、お、海の家か。夏らしくていいんじゃねえの。よう、ももしろか。黒羽さん、ここは六角の模擬店すか。ああ、そうだ、なんか買ってけよ。いや、私さっきかき氷食べた。お、ももしろ、彼女か。やるな。そんなんじゃねえっすよ。そんなことより何にすんだ。ね、焼きもろこし。俺は焼きそば大盛りで、焼きもろこしじゃ食った気がしねえよ。食べたくなってきた。そいつは焼きもろこしに対する暴言だぞ。なんすか。うちの焼きもろこしはな、そんじょそこらの焼きもろこしとは違うんだ。分かったっすよ。なんかじゃあ俺も焼きもろこしで。普通に屋台のおっさんに見える。うめえぞ、うちの焼きもろこしは。おいしそう。アヒルは昨日行ったっしょ。ブンちゃん、お、甘味どころだってよ。ここカロリー高いよ。なんだ、来たことあんのか。うん。おお、クセモノ野郎じゃねえの。あ、理解の凡人。凡人ひでえ。言うね、この天才に向かって。天才は富士だ。ここ理解の模擬店すか。もちで、どうよ、なんか頼むのか。外でも食えるんすよね。そこの長椅子使っていいぜ。じゃあ俺はお汁粉と三つ豆。お前何する。私ところてんにする。そんなにカロリー気にしてたらね、食べられないよ。私カロリーなんて気にしたことないわ。青春学園の金魚すくい屋だ。勝った。優勝だぜ。おい、やったな。仲いいな。やったよ、金魚すくいが売り上げアンケートともにトップ。みんなで頑張ったからこその優勝だよ。学校総合で声楽もトップ、これで完全優勝だ。よくやったね。金魚すくいは見事だったよ。あ、皆さん、タカさん、モモ、カイドウ、よくやったよ。すごいじゃん。めっちゃ笑ってるリョウバ。みんなよくやってくれた。皆さん本当におめでとうございます。これもお前のおかげだ。そんな、私は少し手伝っただけで。
いや、派手な客引きってのはお前のアイデアだからな。あれで一気にトップになったからよ。でもあの時はどうなるかとヒヤヒヤだったけど。ちょっと熱くなりすぎたな。うん。てんてんてん、てんてんてん。あのよ。え、何？その…これで学園祭も、もう終わりだな。うん、そうだね。あとはキャンプファイヤーと社交ダンスだけ。あっという間だったな。いろいろと楽しかったぜ。うん。おや、この BGM は。来た。どうした？踊らねえのか？あ、面白くん、うん、あんまり自信がないし。自信？嫌だよ。そんなもんいるかよ。プロが踊るわけじゃあるまいし。確かにこれよく見ると周りカップルだらけだね。へえ。なんだよ。面白くんいいこと言う。おお、どうだ？見直したか？うん。ぐは。に？ぐは。そうか。いやまあ。そう素直に言われると照れるじゃねえか。面白くんリードしてくれる？早く告白してくんねえかなって思ってるんだろうね。いいぜ、踊ろう。なんか黒羽さんに似てるよね、髪型。うん、私は面白くんのリードについていってるだけなのに、なんだかうまくいった気がするもの。まあお前とは気が合うからな。ね。あ、なんか今日のお前妙に素直で、そのちょっと待って、これなんか思い出した。このゲーム1年ぶりくらいにやるからさ、そうだった。なんか告白のところで私が発狂してたんだ、いつもいつも。君が悪い？いや、可愛い。ぐはっ、いきなりそんなこと言わないで。これ読み上げんのは恥ずかしいんだよ結構。いやだよ、読みたくねえよ。さっきのお返しだ。うはぁ、やられた。結構本気だぜ。うはぁ、やられた。どういう意味？にやける。ずっと思ってたんだけど。何？お前って勝ち気だよな。で、何よそれ。でもよ、そういうのって嫌いじゃねえな。嫌いじゃねえよ。え？お前さ、俺と付き合う気ねえか？いや、その俺結構お前のことを好きみてえだからよ。ほんと？バカ野郎、嘘でこんなこと言うかよ。え？本当か？いや、そっか、お前も。また戻った。やっほー。あ、ちょっと引っ張らないでよ。そうか、お前も。よっしゃそんなに喜ばなくっても。これが喜ばずにいられるか。やったぜ。もう子供みたい。なあ、もう一回言ってくれよ、さっきのセリフ。え、ちょっと待ってよ、今。そう、今。いや、え、恥ずかしいじゃないの。頼む。やだよ、だったら面白くんももう一回言って。げほらね、げって何よ。そんなの恥ずかしいだろ。その恥ずかしいことを私にだけさせるつもり？だったら二人で一緒に言おうぜ。やめて、それは恥ずかしいわ。それが一番恥ずかしい、やめて。ちょっと、あ、ずるい、面白く言わなかった。そっかずるいずるいずるい、ぶん殴れ。悪かったよ、今からちゃんと言うからよ。本当にちゃんと言ってよ。わかってるって、行くぞ。ちょっとそれは私的にやめてほしい、発狂するから。の、俺は、お前のことが
てんてんてん。だあやっぱダメだ。泣いちゃうよ私。ああわかったわかった。好きだ。お前のことが好きだ。ありがとう面白くこれからよろしく。おうこれからずっとな。何このキュンキュンする告白の仕方。やばかった。やばかった。いい天気ね。あ、越前のポジション奪われたわ。いいね。中学生らしくていいね。ああ。風が気持ちいいよね。ああ。もうさっきからああしか言わないんだもん。ああ。うざ。ほら、また言った。いいんだよ。お前とこうしてるだけで。結構楽しいんだからよ。それは私も同じ。だろ。一つ聞いていい？なんだよ。私のどこを気に入ってくれたの？ねえ？ねえ教えて。前に言っただろ。生意気なとこ。それって変。うん？じゃあか。か何？か可愛いとこかな。それは顔が？何？可愛いとこ。聞こえないよ。飛ばす。しっかり捕まってるよ。キャー、いいじゃねえかよ。俺はお前が好きだ。ただそれだけなんだよ。いいエンディングだね。いやこれ学園祭の学スプリっていうの略すの。学スプリの中で一番キュンキュンしたかもしれない私。ってことで終わったね。いやー楽しかったわ。ももしろルート良かったわ。いい。てか学園祭の王子様そのものが結構面白いよね。どこだ。ももちゃんどこだ。あいたいたいた。これ面白い。これこっちサムネにしたいな。どうしよっかな。こっちにしよっかな。こっちだよね。ヒロインの顔が見たいんだけど、一回でいいから。ありがとうございました。いや、めっちゃ面白かったね。じゃあ、ありがとうございました。次は誰にするのか決めてない。じゃあ、次回もよろしく。グッバイ。